ローラーテーラテプですオブジェクトは微細なほこりには反応せず哺乳類の体毛や植物の茎などの有機物に限って異常な粘着力を発揮します付着する物質は一度に1種類の生物のものだけでありテープの破線範囲内を完全に満たした後これを切り離して床に置くと付着していた物質に該当する生物の容体に変化しますもしテープを物質で完全に満たさないまま切り取った場合そのテープは飢餓状態の生物に変化することがあります